アイヌ・エンゼルス・ブルージェイズ2023年4月7日アナハイムエンゼルストラウトが初回に先制ツーランを放った昨季は本塁打を放った打者にカウボーイハットをかぶせていたが今季は開幕に間に合わず急遽現地調達した NBA 昨季王者ウォリアーズのロゴ入り麦わら帽子だが本拠開幕戦のこの日ベンチに用意されていたのは日本の家庭で単語の石句に飾られるカブとカブとだった 現地リポーターによると、大谷翔平が用意したという一品。製造したのは、甲冑工房、丸竹産業、本社、鹿児島県薩摩仙台市で、懇意問い物、2枚道具足。兜や銅や小手など、一式では、77万円、税込みだが、兜のみは33万円、銅といい同社のスタッフは、スポニチの電話取材に応じ、有名武将の甲冑がモチーフではなく、オリジナルの甲冑ですと説明。 甲冑の代理店と球団がやり取りし、中央に指示があしられた兜は海を渡ったと言う。トラウト団での兜セレブレーションで一気に地に注目が急上昇し、丸竹産業には男性から、兜を購入したいと電話もあった。驚いています、と、同スタッフ。受注生産だが、セックシーズンも近いため、制作には数ヶ月かかるという。大谷翔平、レッドカーペットでまさかの、迷子突如のうろちョろが、かわいいんだが、 堂々とカット迷子になって、キョロキョロ。エンゼルスの大谷翔平投手が7日、日本時間8日、ブルージェイズ戦前に行われた本拠地開幕イベントに参加し、ファンに囲まれる中で、堂々とレッドカーペットを歩いた。しかし、途中で行き先がわからなかったのか、立ち止まってうろちょろする場面も、まさかの陳志印に、ファンは迷子。可愛い,いんだがと悶絶した。 エンゼルスタジアムの外に広げられたレッドカーペットの上を世界の二刀流がカ歩する。周囲のファンに手を振る姿はまさにスーパースターだが、お茶目さも忘れない。道が二手に分かれた場所に差し掛かると、こっち。いや、こっちというように指差しながら立ち止まってキョロキョロ。最後は水原一定通訳がお助けに参上していた、火の打ちどころがないと見せかけ、少しの隙を見せるのがファンの心を余計は静かみに,にする。 エンゼルスの地元放送局バリースポーツウエストもショーモーションと大注目ファンからは迷子レッドカーペットにかっこよく登場そして迷う大谷翔平選手ちょっと迷子な大谷翔平君可かわいいなどとコメントが寄せられていた大谷翔平爆笑トークショー水原通訳への信頼はほんの少しリラックス法も語る水原通訳とは何も言わなくてもわかる空気感みたいなのは楽かな エンゼルスの大谷翔平投手は7日、日本時間8日、ブルージェイズ戦前に行われた本拠地開幕イベントに参加。球団公式ラジオに生出演し、爆笑のトークショーを繰り広げた。エンゼルスタジアム正面が、ドット湧いた。ファンの笑いを誘ったのは、水原一平通訳への信頼を問われた時だった。多少、信頼はしている。ほんの少しですけど。ちょこっとだけ信頼していますと、いたずらっぽい闇を浮かべた。 日本ハム1年目の2013年から知る間柄だ。日本の時から11年ぐらいですかね。ある程度何も言わなくてもわかる空気感みたいなのは楽かなと思いますと明かした。東田の二刀流の難しさについては時間がやっぱり少ない。そこが一番。時間がないなっていると話した。その忙しい中でどのようにリラックスしているのか。ゲームもしますし、お風呂が好きなのでゆっくり入ったりとか、ホテルでゆっくりしたりとか。 一人の時間は割と好きなのでと明かした。世界一奪回したワールドベースボールクラシック WBC については今のところは特別な瞬間。トラウト選手とも同じチームの一員として世界一を目指してやっていきたいと振り返った。チームの雰囲気も素晴らしいですし、一人一人の仕事もみんなこなして頑張っている。このままの流れでいければ十分にいけると悲願のポストシーズン進出を見据えていた。